安心してなりわいを継続できるよう必要な対策を取り続けること、たとえ今後数十年の長期にわたろうとも全責任を持って対応することをお約束いたします。科学的な安全とそれから社会的な安心は異なるものであって、科学的に安全だからといって例えば風評被害がなくなるわけではないというように思っております。現に風評被害は起きております。面談は午後4時から官邸で行われ、宮城県漁協からも寺沢組合長が出席しました。冒頭のみ公開された面談では、岸田総理が漁業者への長期的な支援を約束し、処理水の放出に理解を求めました。これに対し、全漁連の坂本会長は、風評被害対策の基金の積み増しや見直しについて、総理が率先して毎年行ってほしいなどと要望しました。我々のその理解というのは進んでいますけれど、我々のその望みっていうのは安心して漁業を継続するということであります。政府は今月中に放出を始める方向で調整を進めているということですが、今日の面談では具体的な日程は提示されなかったとみられます。こうした中、県内の漁業関係者は複雑な思いを抱いています。手厚い補助をしていただければなんとかなるのかなと。でもやっぱり漁師の考えでいくと、補償じゃなくて我々は作ってなんぼ、育ててなんぼ、魚を取ってなんぼなんで、そこは変わりないから、そこを頭に置いてもらって補償をの関係で進めて、行ってもらいたいなって思います。岸田総理は明日関係閣僚会議を開き、放出時期を正式に決める意向です。